ちゃう。こんにちは。今日はね、ノリダーに来てる。ノリダー。仮面ノリダー。実はここにちょっとエピソードが入ってまして、はい、ウィキペディア情報なんですが、お笑いコンビトンネルズの、木梨憲武さんに似ていることや、自身の名前、ノリフミと相まって流行していた仮面ノリダーという愛称がついていたと。これは。あ、知ってました。あ、そうなんですか。はいはい、知ってました。なんかファンの方よく、はい、言われてました。仮面ノリダー。いやでも、なんか監督ずらしてベンチにいるからさ。だって監督ですよ。監督だね。いや監督なんだけど。いやでも、まあ、いやもっと笑えばいいのになと思ってさ。自分の笑ってるから。いや結構ね、結構話し込んでいくとね、もうすごく楽しい男なのよ。いや、そうですよ。いや、だけどベンチにいるとさ、メガネばっかり変えて、メガネっているから。確かに、自分でも感じました。感じるでしょ。だから、ね、来シーズンは笑顔で出るように。びっくりした顔が多かったね。歯みたいな。ここで何してる何するみたいな。選手に対してのね。それありましたか。まだわかりません。だって俺、もう初回で解説やめた時があってさ、はい、これはちょっと喋れませんっつって、一番が、ツーベースコース打って、二塁走って、アウトになったんだよね。で次2番が出たのね、ヒットで盗塁し初球に走ってアウトなんで、このね、ちょっと解説のしようがありませんって言ったことがある。そうですね、あるよね。はっていうことがたくさんあったよね。だからやっぱりまだまだ若い選手多いというところで、ね、経験だね、はい、だから状況判断というところはしっかりできるようになっていかないと、結局ね、1番バッター当然ノーアウトですから、うん、はい、そんな無理ね、すぐ整ってないわけですからっていうところだと思うんですけど、いや一応一瞬こうためだったんだよね、二塁行くの。で無理して行っちゃってアウト。そういうところですよね。だからハッっていうのがなんか抜かれてたんですね。抜かれてハッってなったっすよって。いや本当に、いや俺はねハッってなったんですね。ハッってなったっすよ。なるべくじゃあ今年はそのハッとしてる表情よりかはこう笑顔でベンチにね、まあ、経験がね、うん、今年は生きていく年だから、うん、ね、はい、あと同じウィキペディア情報なんですけれども、はい、西村ダンスなるものがあったということなんですけど、はいはい、これそうなんですか。監督在任時あのロッテ現役の時からあったらしいんですけども、はい、当時ね、まあ、そんな多くなかったんで、はい、あまりこうどういうダンスかっていうのは自分自身分からなかったんですよ。でも監督になった時に勝ったゲームのその後に必ずこうスタンドでみんなこう踊ってくれるんですよ、はい、そのダンス。どんな踊りなの、うん、ちょっとやってみる。まあ監督だからこれはやらせてもらえない。ユーロビート調みたいなので、はい、結構ノリのいいダンスだと思うんです。なんかこう走るようなこう格好のやつじゃないかなと思いますよね。知ってるやつですね。一回やったことある。それを井川さんにこうちゃんと調べてもらってここでやってもらいたいですね。こんな感じかな。ちょっともしねどこかの映像で残ってたら、ね、見たいですよね。それをやってパッとこうダグアウトに前に出てファンの人たちに手を振るという。あとツイッターの質問いいですか。はいはい、今日もですね西村監督がゲストで、来られるというふうに、はい、つぶやきましたが、はい、たくさん質問が来ましたので、はい、ちょっとご紹介させてください。辰夫、はい、さんありがとうございます。ロッテの監督をしてた時と今オリックスの監督どちらが大変ですか。いやどちらも大変ですよ。まあ大変というかそんなそうはないですね。何本当に大変だろ。だってメガネしょっちゅう変えるぐらいだから大変だよ。まあ大変ですよ。まあ大変さもいろいろ多分違うものがある。まあ当然ね、そこはありますけどね、はい、でもそれを承知で引き受けたわけですから。まあそれはそうだね、はい。ロケツさんありがとうございます。西村監督内野外野両ポジションされていましたが、西村さん的にどちらの方がしっくりきていましたか。外野の方がいいですね。はい、楽とかじゃないんですけども、はい、内野もセカンドがやっぱり一番多かったんで、はい、なかなかやっぱり大変なポジションなんですけど、豊さんもセカンド一番長いと思うんですけども。でも外野行ったからね。はい、どうでした。楽だよね。外野楽だよね。そうなんです。セカンドはどっちかというともう気も使うじゃないですか。特にもうランナーなんかいたらもう相当なもんですよ。外野はまあそれに比べたら、はい、
気は楽です。はい、豊さんもおっしゃってましたね。精神的には楽だ。だって、ランナー一塁で一球ピッチャーが形成するたびに動かなきゃいけない。まあ、外野も動きますけどね。でもそこのものはちょっと違いますよね。やっぱりセカンド、ショートというか、そこと外野と。はい、あと、盗塁王のタイトルを取られた西村さんが、はい、憧れ、そして目標としていた選手はどなただったんですか？僕はやっぱり福本さんでしたね。やっぱり、はい、あ、4年連続盗塁王が、はい、福本さん13年ですからね。いや、でも当時はさ、福本さんもいたわけじゃない。もうまあ、晩年とは言えば晩年だけど、まあ ね、はい、でも福本さん その相手は誰かみたいな、対抗馬は誰なんだって、その時の大石大二郎だったり、そうですね、まあ、監督だったりしたわけ、はい、で、通算363個、そうですね、取るよ、その数字だけは覚えてもらってましたね、覚えてるよ、俺より上だから、あと俺の数、お二人とも足、そうですよね、足速かったんですもんね。足自体は僕も速かったんじゃないかな。いや、足速かったよ。俺遅いもん。あ、言ってましたね。技術でしょうね。いや、技術じゃない、アウトになったからいや、それもそんなことですか。多いよ。え、その当時お互いのことをどう見てたんですか。まあ、ね、一番、まあ、そんなしょっちゅう試合しないじゃないですか。で、1学年先輩で、まあ、セカンドっていうところの、もう守備、あるいはその足、そういう、うん、で、一番やっぱりバッティングですよね。三川さんのね、やっぱり左のバッティングというのはすごいなと思いましたね。じゃあスーパーカートリオももちろんね、はいはい、あったよね、はい、まあ、俺はミス鹿児島と結婚できていいなって思って、そうなんですよ、奥さんもそうなんですか、そうなんですよ。いや、それ歴代なんかロッテの選手はミス鹿児島と結婚するって、はい、どこで知り合ったんですか。キャンプ地が鹿児島なんですよ、当時。当時で僕も紹介していただいてっていうところで、だから先輩たちもかなり、はい、キャンプ中にですか。キャンプ中ですね。花持ってくるね。うちはそことは違いますけど、まあ、花持ってきたんですけども、はい、その後に、まあ、紹介してもらって。キャンプの誰に紹介してもらう。ですね、共通の知人によくよく使ったことがです。共通の知人で上手上司みたいなこと言ってんじゃねえよみんな使いますよね、共通の知人を介して。まあ、でも遠距離だったわけです。そう2年間ですね。2年間遠距離。でもまだ携帯がないです。ないです。まだなかった。ないです。ないです。家で。そうです。そうです。じゃあ試合にも見に来られてたんですか。いや、ほとんどないですよね。2年間来ることはないです。どこでやってたんですか。だからもうシーズンオフとかしかないですよね。わ、純愛ですよ。いや、純愛ではない。純愛ですよ。純愛のタイプじゃない。そういうのにハーフあるんですか。いや、でも例えばオールスター休みで期間が空くときにこう来てくれたりとかなかった。向こうから来ることはなかったですね。ない。こっちから帰ったら終わったのかな。でもオールスター出たりしたらするよね。まあ、なかなか会えなかったです。会いたかった。それ会いたかったですよ。いや、今続いてる。ちょっと待ってください。いや、その気持ちが続いてますよ。それは良かった。存続かと思いました。いやいや、できたりそうだね。続かない人もいるだけよ形だけとか。でもそれ続いてるって言ってね、ほっとしてるじゃん。いやいや、ほっとしてるじゃん。誰がほっとしてるんだ。そうやね。いいですか、また質問に戻るんですが、はい、エイプリアットさん、現役時代に盗塁しにくかった、または反対に盗塁しやすかったキャッチャー、うん、そしてピッチャーがありますか。まあ、ピッチャーに関してはやっぱりそうでもなかったですね。勝負とするのはキャッチャーだったんですよ、うん、はい、いかにこうどのキャッチャー走りやすい、走りづらいっていうところがあったですね。走りづらいキャッチャーっていうのはやっぱり日本ハムで田村っていうキャッチャーいたんですけども、うん、そこがやっぱ一番走りづらかったです、はい、ピッチャーで上手い人っていなかった、うん、ピッチャーで、そこまで上手いっていう人はもういなかったです。やっぱ癖とかの研究したんですか。そうですね、やっぱ癖は用いてたよね。もうそこをやらないとやっぱり数走れないですね、はい、でも今はまあ例えば今の現役選手っていうのは例えばいろんな癖が出てっていうのが分かってもそのタイミングがどうかなっていうのがありますよね。そこが分かってればもう思い切りスタート切れるじゃないですか、うん、そこの部分がちょっと思いっきりがないのかなっていう、分かってるだけにですね、それはあります。でもやっぱり癖は、まあ、使ってやってたんだと。でも福本さんが、まあ、晩年で
それに代わった大石が出てきた、大石大太郎が、それとライバルになったよね。そうですね、そうなりましたね。その中の4年連続盗塁王ってすごいね。だからもうやっぱり負けたくない気持ちがやっぱ一番強いじゃないですか。はい、そこにじゃあ負けないためには何をするべきかというところで、僕はやっぱり一番もちろんピッチャーの癖とかそういう、まあ、キャッチャーの癖とかいろんなものを盗むっていうのが大事なんですけども、僕はもう誰にも負けない、ね、ようなスタート、それをかなりやりました。はい、でそこだけはもう目標を福本さんと言ったんですけども、その福本さんがオリックスでコーチやってる時だったんですね。で、お前のスタートはタオエンジンがついてるって言ってもらった時あったんですよ。はい、それぐらいやっぱり自分がやってきたことをやっぱり自分が目標とする世界の同僚じゃないですか、うん、その人から言われたっていうのはもうすごく嬉しかったですね。自信になったね。すごいターボがついてるってすごいですね、うん、それだけ。いやでも盗塁のライバルも結構多かったよね、あの時。パ・リーグでは誰がいたの？あの当時は、まあ、大石さんが最初で、で白井なんかも一回絡んできたんですよ。で辻さんもそうだったんですよ。あ、はい、一番最初盗塁を取った時は辻さんとこう争ってたんじゃないかなと思います。すごいね。すごいですね。くま、皆さんありがとうございます。はい、現役当時、村田兆治さん、落合さんなど個性的な選手が多かったですが、チームの雰囲気などはどうでしたか？当時の雰囲気っていうのはどうだったんですか？やっぱりベテランの結構怖い人がいらっしゃったんで僕らも若かったんで、はい、落合さんもその中ではちょっと若手だったもんな。だからもうロッカーにいたくなかったんですよ。周りがもうベテラン選手さん、はいはい、でやっぱりこうロッカーにいると、まあ、なんかこう雰囲気もまあそんな良くないというか、だからもう一人でウエイトトレーニングがあるんですね、はい、そこに逃げてました。はい、その雰囲気が嫌だったから。いや、ロッカーは悪いって聞いてたよですか、やっぱり。いや、もういや、それは有藤さんが怖いしさ。だから一回僕は走塁で、はい、もうしょうもないミスしたんですよ。もうチョンボみたいな感じで、でゲーム終わって当然こう雰囲気暗いじゃないですか、はい、で名前は出さないんですけども、ある人が応援してもらうとね、やっぱりプロっていうのは自分っていうのはいろんなこう勉強してね、うん、育っていくんだ、勉強していくんだっていう声かけてもらったんですよ。そしたら同じローカルの中でこれそんなの自分なんか勉強する場じゃないみたいな、それでも余計こう暗くなって、自分どうしようか周りも、でそういうものあったんで、だからウエイトトレーニング場行くようになってから、そこでやっぱりウエイトとかやっぱりやるじゃないですか。で、まあ、行くんだったらな、で結構こう筋肉ついたりとかいい方に、それぐらいやっぱり今と違って昔はそういう雰囲気ありましたよね。まあそうあったと思いますね。いや、俺らはね、結構優しい人が多かった。へ、うん、まあ、優しいというか、ちゃんとやることやってれば何も言わないんですけども、やっぱりちゃんとしたことを、まあ、練習にしてもそうなんですけども、この礼儀にしてもそうなんですけども、それをしっかりやれない若手には厳しくですね。俺があんまり感じてなかったのが鈍感力。鈍感力。いや、俺らはベテランがこう一番いいとこ通るじゃない、うん、ロッカーでね。で俺らはなんかこう2列の向かい合わせのロッカーだった最初、うん、あ若い時ポジション別じゃないんですか？違う、四角になるわけ、はいはい、ベテランから。で若手だけがこう行って、僕らやっぱロッテ最初川崎球場の時はポジション別だったんですよ。内野、外野で、外野の中にキャッチャーいてピッチャーというところで、で僕は内野だったんで。そうだねまあね、経験ですよ、経験。まあそういうことがあったから良かった。そうですね、不良にならず監督まで行けたと、ね、いうことですね。やっぱつながってるんだ。そうですね、はい、ヒーローさん、 10.19 の心境、あの時の試合前、試合中などもしよかったら教えてください。 10.19 はどんな試合だったのかあのダブルヘッダーの時ですよね。そう、近鉄ですよね。近鉄が優勝かかったっていうことで、もうあの時多分ロッテ最下位だったと思うんですけど、ね、そうそうね、関係なかったんだよね、はい、だから関係なかったんですけども、そのゲームはみんなでもう勝とうとなったんですよ。なんで
やっぱり3回だったら意地があるじゃないですか、だからさ、言う意地が。あの、言う、そのままあれだったら、近鉄が勝ってたら西武が落ちたんだよね。そうそうそう。だから、近鉄が最初ゲーム勝ったじゃないですか。うん、勝った。で、2つ目、あれ引き分けだったんですよね。それに勝たないといけないという条件ですね。絶対勝たなきゃいけない。そうですよね。ただやっぱり意地もあったし、言いづらいってことたくさんあるんですけど、ね、ああ、分かった。やっぱ球団との兼ね合いがあるんだ。いろいろ、いろいろありまして、ただ、忖度ね、もう全く自分たちは優勝には関係ないんですけども、ただ、ああやって、負けたくない、そういう意地と、このテレビ放送もあったじゃないですか、はい、そんなのもあって、やっぱりゲーム前からみんなでは、ね、うちはもう優勝関係ないけども、みんなが注目してるゲームだから、勝とうということなんですね。まあ、正々堂々とやろうということだよね。まあ、もちろん、もちろんそうです。気持ちはもう勝つつもりで、はいはい、いつもの試合と変わらずやれということでしょ、はい、ただ、余計な牽制したね。まあ、そうなんですよね。あれでちょっと、時間伸びちゃって抗議があって、はい、あ、そうですね。で、時間で区切られたんだよ、イニングを。4時間でしたね。そうですね。を超えないで、はいはい、で、いらんことして、はい、アウトにしたんだっけ、あれ、セーフだったっけ。アウトになったんじゃないですか。うちが、はい、攻撃のところでしたら。そうだよ、はい、でアウトってなって、そこで監督が抗議に行ったんですね。いらん、もうあれで時間がどんどん延びて、もう早くしろって言うしさ。それで当時周りからいろいろ言われたじゃないですかね。俺の同級生の高澤、いらんとこでホームラン打つしね。ここで打ったんでもええやろとか思いながら。近鉄が優勝すればいいと思ったんですよ。いやいや、そうじゃなくて、やっぱ西武の黄金期なんかだったじゃない。そうですね。で、なんかこう、近鉄で感動的なことがあったんだよね、はい、いっぱい。だから、それはやっぱこう、あれで涙を見るか、あれで胴上げを見るかは、やっぱ俺らも興味を持って見てる側とすれば、やっぱなんか幸せなものを見たいわけですよ。そうですよね。何してんだ、こいつらってロッテのこと思ってたでしょ。いやだって関係ないんだもん。いやだけど本拠地、ね、川崎球場っていうことを考えると、やっぱりファンとしては負けてほしくなかったと思うんですね。もう超満員ですからね。もう外にまで並んでたわけですからね、やっぱり負けれないですね。でもあの時の視聴率ってすごい、40% ぐらいいったんじゃないのかなっていうぐらい、いやすごかったんだよ。やっぱ野球人気ってすごかったと思うよ。でこうやって後々もずっと語り継がれていく、伝説のその試合一日になったわけですよね。もうダブルヘッダーでやるって、多分ゲーム終わったのも11時ぐらいだったんじゃないかなと思うんで、1時から試合が始まるじゃないですか、ね、すごく長かったです。もう疲れますよね。疲れましたね。ロッテの選手も疲れるよ。そうですよね。まあね、本当に伝説に起こる試合だよね。本当ですね。だから自分たちがその場所で優勝争いできるような、できてるようなチームだって一番良かったんですけどね、その中の。まあ、そうだ。まだその時は最下位だから。そう言ってたから。そうですね。